明治安田プレゼンツ地元魂。ゴルフ部のムードメーカー伊藤愛香17歳。しっかり準備してプロテストに一発合格すること、それが一番の目標です。夢を追う場所がゴルフの名門校、埼玉栄高校。女子キャプテン伊藤の普段の印象は、後ろ行ったら笑顔になる。この笑顔がチームの活力。そして高い技術力も伊藤の持ち味。天性のものがあって、リストが柔らかいところですね。お手首が柔らかいとクラブをしならせることができます。そうすると飛距離が出すこともできるんですよね。あとはクラブのフェースコントロールがしやすいと、プロでも通用する柔軟性がある。伊藤がゴルフを始めたのは5歳の時。当時は思うようにできず、やめたいと思うこともあったという。そんな時、転機が。小6ぐらいの時に初めて優勝をして、そこがきっかけでまた優勝したい、もっと上に行きたいって。一つの勝利が伊藤を大きく変えた。今はなんで好きですね。そんな伊藤が大切にしている人がいる。こんばんは。幼い頃は祖父母と一緒に暮らしていた。祖母お手製の塩むすび、当時から孫のためにせっせと握った。今もホッとできる味。おいしい。感謝の気持ちは自分の活躍で伝えている。背がちっちゃいから絶対椅子持ってきて。嬉しいです。